ありがとうございます。僕の名前は池田貴博です。よろしくお願いします。僕の職業はこの自転車 BMX のプロライダーです。 BMX というのはバイシクルモトクロスの略です。今日は僕が BMX を通して経験した挑戦と失敗についてお話ししたいと思います。僕は14歳の頃この BMX と出会いました。街中で練習しているお兄さんたちを見て、うわ、自転車がくるくる回ってるよと衝撃を受けました。今まで僕は自転車を移動のための道具としか思ってなかったんですけど、その時僕が見た自転車 BMX は自己表現の手段になってたんです。それに僕は強く魅力を感じました。今まで僕はサッカーやテニスをやってたんですけど、どちらもいまいち夢中になれなくて中途半端な状態でやめてしまいました。それからテレビゲームばかりやっているような生活を送ってたんですけど、この BMX、 自分が生まれて初めて自分の意思でやりたい、そういうふうに強く思いました。それから僕は家に帰って両親に自分の BMX が欲しいよ、そんなふうにおねだりしたんですけど、そんな危険な競技はダメだってそこで反対されてしまいました。それでも僕は自分の BMX が欲しくて、大好きだったテレビゲームをすべて売って、そのお金で自分の BMX を買いました。ゲームを我慢して手に入れた BMX、届いた時はものすごく嬉しかったです。で、いざ自分の BMX を手に入れて、技に挑戦してみたんです。そこでびっくりしました。あんな風に楽しそうに、簡単そうにやっていた技が、自分には全くできないんです。そこで僕は技を覚えるためには何十回と何百回と失敗して転んで覚えていくんだなというのを実感しました。そんな風になかなかできない、すぐにできないっていうのが BMX の魅力でもあって、昨日できなかったことは今日できるかもしれない、そんな風に僕は BMX の魅力にどん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 はまり込んでいって、朝5時に起きて朝練して学校に行って、また帰ってきたら練習して、そんな中学生活、高校生活を送りました。僕は今までこんな風に一つのことに夢中になることなんて今までなかったので、両親も驚いて、最初は反対していたんですけど、もう途中からは全力で応援してくれるようになりました。そうやって、練習漬けの毎日を送っていたら、どん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  BMX の腕も上がっていって、基本はもちろん難しい技もできるようになっていきました。それで僕は一つ自分だけのオリジナルの技を考えたんです。世界で誰もやったことがない技、ただそのまだ実現してもいないのに、僕はその技の名前を自分の名前を取ってイケスピンと名付けました。それでいざそのイケスピンできるんじゃないかと公園に行って挑戦してみたんですけど、もちろんできません。もう何十回転んでも何百回転んでも全然できる気配がなくて、やっぱり世界で誰もやったことないことが僕みたいなのには一生無理なんじゃないかって、そんな風にちょっと感じたんですけど、いやでもここじゃ諦めきれないと何回も何回も転びながら練習しました。でもそれでも全然できる気配がなくって、僕はそこで一つ自分の練習にルールを加えることにしました。1年以内にこの技ができるようにならなかったら諦めて別の練習をする、そういうふうに決めたんです。するとこのこと一つだけで僕はどんどんこのイケスピンに近づいてきました。なんでかっていうと、今までの練習の仕方はいつできるようになるか分かんないけど、なんとなく転んで練習していけばいつかできるんじゃないか、そんなふうにダラダラと練習していたのが、1年以内って自分自身に期限を作ったことによって練習に力が入るようになったんです。
それから少しずつ少しずつイケスピンに自分の腕が近づいていって、18歳の夏です。このイケスピンがついに自分の練習場所で一度だけ成功することができました。 BMX の先ほどお見せしたスピンをしながらその上に立ち上がるという技です。こんな感じです。ありがとうございます。これが僕は初めて自分のオリジナル技、世界で初めての技、イケスピンというものを開発しました。でもこれを本番に見せるためには何回も何回も練習を加えて成功率を上げなきゃいけないんです。そっからもどん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 練習して、この技を世界大会で披露して優勝したい、次の目標はそこになりました。それから19歳の春ですね、僕はスペインで行われた世界大会に出場して、このイケスピンを披露して優勝することができました。ありがとうございます。もうやっぱり何千回何万回かもしれないです、転びながら苦労して身につけた技、それを本番で成功した時の快感、それとヨーロッパのお客さんの大歓声、それを今でも鮮明に覚えてます。それから僕は技を考えて練習して、転んでまた練習して、そうやって成功に近づくプロセスが楽しくて、どん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 新しい技を作ろうと頑張って、今も公園で転びながら練習してます。僕はこの BMX を通して学んだことは、成功するためには何回も何回も失敗することが必要であること、まあ、それは当たり前のことなんですけど、それに加えてただ失敗を繰り返すのではなくて、もっと効率よく成功に近づく方法、それはいつまでに何をどのように実現させるのか、自分の目標を少しだけ具体的にすることです。なので今もし何か挑戦してみようと思っている皆さん、自分の持っている目標を少しだけ具体的にしてみてください。きっとその夢に一歩近づく手助けになると思います。ありがとうございました。まあ、このスピーチは以上になるんですけど、今日はこのパフォーマンスの相方 BMX をせっかく持ってきたので、最後にここで皆さんに BMX のパフォーマンスをお見せしてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。この BMX の技、もうすぐ僕10年になるんですけど、今まで何万回転んだんだろう、ちょっと自分にもわからないです。ちょっと今日ステージがいつものより奥行きが足りなくて、まあ、でもその中で限界に挑戦しますので、もし技が決まったら拍手で応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ではミュージックスタート。